道の駅ね、知合赤坂でございます。ここから、どうよね、南南東かな、南東に行ってみましょうかね。南東にどれぐらいあるやろ、300-400m。さあどこ行ってるでしょう。車来ましたね。もう分かりますかね。まだ分かりませんかね。分かりますね。道の駅ですからね。はい、水仙の丘でございます。約5万本5万株売れてあるらしいですが、ちょうど1週間前来た時はね、さっぱりでしたけど、どうでしょうかね。今日は、去年はね、1月の15日頃15、16日頃来た時にもね、かなり咲いてたんですよ。もうほぼ満開やったかな。2月はもう全然遅かった。おかしいね、今年は。このこんもり山もね、どうもね、古墳の可能性がね、高いですね、これね。こんもりどうですかね、これ。こんもり、古墳ちゃうのかね、これ。ちょっとなんか見てみましょうかね、古墳が。なんかその辺にね、看板が出てないかね。これはもうね、土を持ってあるんでね、古墳の金が高いんでしょうけどね。これ全く見た感じは古墳でございます。今日はあの辺車止められたね。あら、ほら登れるね、これ。何にもないね。これは古墳やろな、これ。この形状はもう間違いなく古墳だろうな。どうでしょうか。普通の山やろうか、これ。わからんな。もうちょっと見てみようか。見られんか。見えなかったやつ。残念でございました。こう。はい、ここです。今年は残念なことになってますね、これ。19年で、見てるんでね。2019年の1月見た時のね、あの花の勢い、もう2月の15日頃撮った時はね、それでもまだ花咲いてたよ。アップしてるんやけどね、 YouTube。 いやー、そこも古墳かね、それ。それはちょっと違うかもしれんな。いやー、残念ですわ。皆さん、今年は知合赤坂の水仙の丘、残念なことになってます。ここまで来ましたけどね、全然残念なことになってるね。なんか去年と比べるともう全くありません、これ。ああ、やっぱり。はい。もう先週も来たんだけどね、こんなことなかった、去年な。あ、この茎の長さが全然短いからね。あ、
いやー、こんな残念なことやった。今日は期待してきたんですけどね全然ありませんわ。この前電話した時も言ってましたね、今年は寒くならんから花が咲かんって。もうむちゃくちゃですよこれ。長いこと何回も来てないけど、こんなの初めてですわ。何回か来られてるんですか。はい、もう何年も前、10年ほど前からね。で、まあたまに来たい時もあるんやけど、去年は1月の15日ぐらいでももう満開でしたからね。はいはいはい。いや、おととし、おととしや、これはがっくりしましたね。残念ですね。バーッと咲いてた。いや、バーッ咲いてましたわ。2月の中頃来た時でもまだこんなんちゃう、もっといいとこやった。あ、これはあかんねえ言うてわし撮影でしてたんやけど、それでも全然こんなことなかったいやー残念やわ。ありがとうございます。すいません。皆さんこれはダメなことさ、今年は全然あきませんわ。これこれこんなあかんこと初めてやわ。これこれこれね、もう茎の勢いが違いましたね、全然ね。まあ長いこと見てることこんな初めてやわ。残念でございましたね今年寒くなかったからあかんねんて。嘘。もう、ま、もうね、こんなことは初めて見ました。何年も見てるけど、こんな空気がまだ高いかったもんな。1月の15日でもあんな咲いてないよね、うんうん、こんな初めて見ましたもん。長いこと見てるの。まだもう1回ぐらい来てもいけん。もう寒いからあかんって言ってましたわ。え、あかんでやろう言ってました。嘘。この担当の方が、今年はこれあかんのちゃうかって、あの寒さがなかったんでね、ないない、あかんのちゃうか言うて、こんなこと初めてやって今言ってましたけど。ぬくいも雪全然ないもん。ああ、ここら寒いとこのに。だからもう1回来られても飽きまへんと思いますね。はいはい、ありがとうございます。もう2回来るんやって残念なことになってますわ。これはほんま残念ですわ。長いこと見てるけどね、何年も来てるけど、このほんまに残念な姿でございますこれ。まあ1週間でもうちょっとなんとかなるかもってね、来たんだけどね、残念でございましたわ。ということは予想の推薦もこんなことかね。この辺やんか、去年なんかずーっとすごい花咲いてたんやけどね、この状況ですわ。少ないです。少ないですわこれこれは何とも言えませんわ。何とも。いやいや、あきまへんわ。これ。ねえ。初めて見ました、こんなひどいの。ねえ、これ。皆さん、学会して帰ってやりますわ。もう一遍来る言うてね。もう無理やね、これね、来てもね。無理ですわ、これ。もう花のね、時期は、あの2月の中頃までやから、もう3月になるとね、もう飽きませんわ。こんなんね、冬用の墓がないからね、こんなんですわ。よう滑っとろ、ここはみんな、ここ危ねえぞいやいや、ここ見てみしやろ、俺こんなんや。パラパラやからね、パラパラパラですが、花自体がね、こんなんですわ。これこんなひどいの初めて見ましたね、ほんまに。この辺ちょろっと咲いてますけど、この辺は、この辺はよ、これが全体的にダーッと咲かなきゃいけないんで、こんな感じでね。これパラ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 と咲いてるから全然ありませんねよ。それからあの一番見どころはね、向こうの方ね、この宝剣堂の向こうです。宝剣堂の上り口の階段の向こうの方ね、どうでしょう。これパラパラパラーとこう植えてあるんやけどね、ここも。
これはいつも畑で植えてないんだけどね。こう封建との階段がここにあるんですよ。ここにほらね、ここに封建になりましたろ。これがちょっとまた南にちょっと行って、はい、ここもね、アスマキだったんやけどね、これこんなんですわ。今年はダメでしたね、これ。あの茎が飲んでないんだよね、まずね、長さが全然足らない、半分ぐらいしか茎がね生えてないですわ。いやー、これは何年も見てるけど、何回見てきてるけどね。あ、皆さんがっかりして帰ってあるんですよ、あそこね。ね、がっかりして。ここからね、去年もここから入ってみたんやけどね、まあ何回もここ入ってみたことあるんだけど、ずっとねバラバラやもんね、花がね、バラ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 ですからね。残念ですね、今年はね。寒なかったからだろうな、おそらく。そんなことに言ってあったね。うん、この茎のね、長さが全然短いんですわ。半分とか3分の1とかそんなんやからね。こんなんでございます。これ。これ全体見てもらったけどね、こんなんです。残念でございました。もう封建とは登っても仕方ないからね。まあ何回も登ってるしね。はい。じゃあこれをね、向こう歩いてみようか、ぷちょっと。これ見てもこんなんですよ、これ。上に見てもね。あの、お姉さんたち。まあ最悪ですね、これね。まあ長いこと見てるけど、最悪の花の勢いでございますね。あ、そうですか。はい、こんな見たことないですわ。もっとすごいですか。もうだって全体的にバーッと焼くんやから、咲くんやから。だからこれがあの寒さがなかったからじゃないか言われてるけどね。ちょっと今聞いてきたね。なるほどね、何でもね、うん、寒さがなかったからな。茎の勢いがもうこれで3分の1か3分の2ぐらいしかないねんな。もっと高いんですよ、この茎がね。もっと伸びるんですか。もっと伸びるか、もっと伸びます。ほんで花がこれがもう一本で全部出ますから、こんな数じゃないんですよ。全部茎からだいたいこう花が出てきますから、うん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 、だからね、量が少ない花の。あ、そうなんかな、はい、いや私は結構咲いてるなと思って見てたんやけど。そうですか。もうありがとう。そしたらそうやって見てくれたらありがたいけどね。で、あの本来ならこれ一番咲いた時のね、1割か2割かな感じですよ、これ。あ、そうなんですか、はい、だから一部咲くかそこらの感じです、全体的にね。やっぱ抜くすぎてもあかんのよね、水仙は。だから寒くなかったらあかんみたいですね。だからみんなあの寄ってはるけど、みんながっかりしてはるもんでね。いや、私もいや向こうから来た時、歩いてきた時はちょっと花少ないかなと思ったんやけど、ここまで来たら結構咲いてんなと思って。一割、一割、一分咲きってことですわ。残念でございました。